タジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はトッテナムホットスパースタジアムです。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。お送りするのはプレミアリーグの一戦、トッテナムホットスパーがベガルタ仙台と戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。誰もが活躍を期待するケインです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？この試合でも得点できるかどうかというところでしょう。最多得点記録を塗り替えるには十分なペースですからね。こちらがトッテナムホットスターの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。いやー、いい試合になりそうですね。スタンドの熱気がこちらまで伝わってきます。ボールがこぼれた。サイドのスペースが広く空いています。イサック・クエンカ、真ん中にクロスを上げた。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。相手ボールになります。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。絶妙なパス。何を狙うのか。ロリスが防いだもののプレーは続いています。ライビン・クルザワ、速攻。トッテナムのサポーターから大きな歓声が上がっていますね。あのままなら失点していたかもしれませんから、同点のままでしのげたことを喜んでいるんでしょう。このパスは読んでいました。ここから狙うのか。ボールは手前の相手に当たりました。ここでスローイン。何をしてくるのか。クエンカ、このシュートはブロックされました。クリアが小さい。ボールはまたブロック。しっかりとコースを潰しに行っています。イサック・クエンカ、このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。このゲーム好調な攻撃陣を要するアウェーチームですが、これまで挙げた得点数はリーグトップを記録しています。攻撃陣は自信を持ってプレーしていますね。今日も面白い試合を期待できそうです。相手ボールになりました。クエンカ、シュート決めました。これは大きな勝ち越しゴール。大健闘じゃないですか。試合前は逆の展開を考えていました。このまま行くと予想を覆されそうです。いやー、これは意外な展開となってきました。シュート数で完全に圧倒しています。そうですね、戦術がうまくはまっているんじゃないでしょうか。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。速攻。デレアリ、ボールは相手に渡ります。イサック・クエンカ、ドリブルで敵陣へ持ち込む。ゴールは見えるか。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、
まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。追加点もありました。これは大きいですね。チームに勢いが見えますね。流れをつかんだようです。こちらのカメラからの映像です。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。そっか、パスしたボールはタッチを割ってスローインです。このパスはまっすぐ相手に渡ります。プレッシャーをかけられます。ここはサイドへパスを出します。いいところを見ていました。ここはディフェンダーが読んでいました。素晴らしいボールです。スルーパスを狙ってきましたが、キーパーが果敢な飛び出しで防いでいます。今のところポゼッションはトッテナムが上回っています。ただ決定機にまで持ち込めていないんですよね。時間が過ぎていくほど苦しくなるので、もっと積極的にゴールを狙っていった方がいいんじゃないでしょうか。サイドからのチャンス、チャンスです。ケイン、チャンスでしたが決められませんでした。キーパーが落ち着いて対応しましたね。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。タッチライン際を上がれそうです。アーリークロス、決まった決まった、ゴールです。これはオフサイドか。旗が上がっています。リプレイをご覧ください。これはいい判定でしたね。飛び出しが一瞬早かった。イサック・クエンカ、ゴールに向かっています。チャンス来た。1対1をしのいだロリスのファインセーブ。ボールはゴール前へ。ここでミスはできません。高いシュートは入るか。このシュートは完全に枠を外れました。狙いは分かりますが、これでは入りませんね。ここから狙うのか。ここはインターセプト。しっかり。前半終了です。スコアは2。後半のキックオフです。素晴らしい読みでインターセプトしました。これは見事なパスカットです。おっと、裏へ出した。いい位置です。ボールをはっきりクリアしたい。さあどうする、チャンス。ロリスのセーブ、まだインプレーです。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、スパーズが次に対戦するのはウエストハムユナイテッドです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。福西さん、ベガルタ仙台の次の試合ですが、どう思われますか。次はマンチェスターユナイテッドです。プレミアリーグでの対戦ですね。これは展開を読むのが難しいゲームでしょう。ここからどうするのか。裏も見えていたのか。シュートはディフェンスが止めました。クリーンなタックル、
ボールを奪いました。決めた。またすごいところから得点を奪いましたね。普通ここから打ってくるとは思いませんよ。いいシュートを持ってますね。驚きました。ゴールキーパーちゃんと触っているんですが、ここはシュートのパワーが勝りましたね。この角度からも見ましょう。選手がピッチに入ります。デレアリ、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。どこまでドリブルするのでしょうか。中に入れてくるか。 PK か。あ、ボールに行ったか。どうだ。この選手今日はいいプレーを見せていましたが、ここでベンチに下がるようです。中に入れた。このクリアは小さい。進藤涼介、このシュートはうまくブロックしました。デレアリ、見事なパスカットです。ディフェンダー前を見たい。最後は1対1でしたが決められません。ゴールに意識が行き過ぎていたんでしょうか。相手の反応を見てから対応するぐらいの余裕が欲しいですよね。このボールは重要です。簡単に抜かれてしまいました。絶妙なパス。ゴール、ゴール、ゴール。至近距離から決めてきました。リードをさらに広げました。いやー、ダメ押し点になりましたね。デレアリ、シソコ、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。相手に渡ります。何をしてくるのか。チャンスにできるか。ここはアルデルバイレルトのクリア。デレアリ、カウンターのチャンスが巡ってきた。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。見事な視野です。クロスを蹴りましたが中で受けられる。ゴールチャンス。ロリスのセーブ。まだインプレーです。ここで選手交代です。ベンチに下がる選手にスタンドからは大歓声が上がります。素晴らしいパフォーマンスでしたからね。今日は一番良かったかもしれませんね。ボールは相手に渡ります。パスを求めて下がっています。ドリブルで果敢に攻め込みます。ここはアルデルバイレルトのクリア。長澤俊、シュートを打ってきた。このシュートはブロックされました。審判の笛が鳴り試合はここで終了を告げました。福西さん、今日はかなり一方的な試合でしたね。早い時間に勝負が見えてしまうのは見ている側としては残念ですよね。